それでは続きまして、アダムバイ GMO 日本レースクイーン大賞2022コスチューム部門グランプリの授賞式です。ファン投票で人気ナンバーワンレースクイーンコスチュームを決定する日本レースクイーン大賞2022コスチューム部門、10回目の開催となる今回はギャルズパラダイス公式サイトのプレ投票により50ユニットをノミネート。8月から9月にかけてファーストステージの投票を行い、上位10ユニットがファイナルステージに進出。9月下旬のファイナルステージ投票で最も投票ポイントを獲得した2022ラフィーネレディの近藤雅さん、酒井ゆりやさん、長坂ありささん、広瀬愛さん、藤井真理さん、そしてラフィーネニューズのリオさんと高橋須愛さんが2022年のグランプリを受賞いたしました。それでは皆様拍手でお迎えください。スーパー GT とスーパーター級で活躍されたコスチューム部門グランプリユニット2022ラフィーネレディラフィーネニューズの皆様です。おめでとうございます。それでは日本レースクイーン大賞実行委員会安田宗義よりコスチューム部門グランプリメダルの贈呈に移ります。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。拍手の代わりに皆さんもシャッターの音がこちらステージまでしっかりと届いております。おめでとうござい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 ます。さあ彼女たちの胸元にグランプリメダルが輝いています。改めて大きな拍手をお送りいただきたいと思います。おめでとうございます。ではここからはユニットのリーダーの方にお話伺っていきましょう。近藤さん、はい、コスチューム部門グランプリを受賞されました。いかがでしたか？いやもう本当にみんなで勝ち取ったコスチュームグランプリっていうのは私たちそしてファンの皆様本当にみんなで勝ち取ったグランプリなので本当に嬉しく思ってます。もう団結力の証って言っても過言ではないですね、はい、そうですね。さあそしてコスチューム部門グランプリトロフィーもございます。グランプリトロフィーはコスチュームをデザインされましたガッツダイナマイトキャバレーズのアキさんに送らせていただきます。どうぞお越しください。おめでとうございます。それではトロフィーの贈呈に移らせていただきます。どうぞお受け取りください。おめでとうございます。高らかに掲げていただきました。トロフィーとてもお似合いですね。ではアキさんにもお話を伺いたいと思うんですけれども、まずは皆さんこちら大型ビジョンにコスチュームのデザイン画が表示されております。もう本当に細部までこだわりを感じる素敵なね夏コス冬コスとあったと思うんです。そしてこのコスチュームが見事ナンバーワンコスチュームユニットになりましたが、率直にアキさんいかがですか？いやもうさっきみやびちゃんが言ったあれですけど本当チームで取ったあれなんで、はい、本当にチームラフィーネ代表して本当に感謝本当にありがとうございます。それ一番伝えたいですね。はい、はい、もう今回こだわり抜いたデザインだと思うんですけど、はい、あえてここをね今回今シーズン最後この場所でしか見れないと思うので、はい、一言いただいてもいいですか？今回コスチュームデザインするにあたってクイーンのみんなとあとはラフィーネのスタッフが女性スタッフ多いんで、その女性スタッフならではの意見みんなでディスカッションして、でなんだろうレースいろんな
あの会場があったりレース会場があったりするけど、毎回違うあの彼女たちを見てもらいたいな、はい、だからここの一つのレース会場でここのレースでしかしてないコーディネート、次はまた違うコーディネート、なんかそなして、あの毎回あのお客様足を運んでいただいたり、毎回新しい彼女たちを見せれたらなっていうのを意識して、そういったコンセプトがあったんですね、はい、もう納得のグランプリでございます。ありがとうございました。以上でアダムバイ GMO 日本レースクイーン大賞2022コスチューム部門グランプリの表彰は終了となります。今一度大きな拍手をお送りください。2022ラフィーネルギーラフィーネミューズの皆さん、そしてデザイナーのアキさんでした。おめでとうございます。それではどうぞご登壇お願いいたします。ありがとうございました。風になびくね、このスカートのシルエット本当素敵ですよね。各サーキットでしか見えないような姿もあったということなので、そういったことがあるとね、サーキットに足を運ぶ楽しみも増えますよね。